はい、それでは今回は平成22年度のね、第2回の回答番号1番のね、問題やっていきましょう。はい、早速ね、問題文読んでいくと。次の文章は細胞の研究の歴史について述べたものであると。文章中の空欄、あとイに入る語の正しい組み合わせは次のうちのどれか。回答番号は1ってことですね。はい、じゃあ早速いきましょう。1665年にイギリスのなんとかは自作の顕微鏡を用いてコルク片を観察し、もうコルク片ってきたらね、顕微鏡でコルク片見ましたよーってきたらね、もうこの人以外じゃないですね。ロバート・フックさんですね。ね、ロバート・フックさん。まあ、ロバートはね、あまり覚えてなくてもいいですけど、ね。フックさん、ね。この人ですね。この人が顕微鏡でコルク片をね、まあ、コルクがこんな風になったやつをね、この薄く切って顕微鏡で見たんですね。このコルク片を観察した人。このロバート・フックさんですね。で、このロバート・フックが実際の顕微鏡を用いてコルク片を観察し、小さな部屋のように見える構造を発見した。ね。これをね、まあ、セル。ね。そしてこれをセル。まあ、細胞と名付けたわけですね。で、19世紀になり、ドイツのシュライデンは植物について。シワンは動物について、生物の体はすべて細胞からできており、細胞は生物体の構造と働きの単位である。という、なんとかを提唱しましたよ、っていうね。このシュライデンとシワンは何をしたのかなってね。シュライデンは植物での細胞説を。ね。シュワンは動物での細胞説を唱えたんですね。はい。で、また、ドイツのヒルヒョウは全ての細胞は細胞から生じるという有名な言葉を残し、細胞は単なる部分構造ではなく生命の基本単位であると主張したということですね。はい。ということで、まあ、フックっていうのとね、細胞説っていうのがまあ入ればいいわけですから。細胞説。今入ればいいわけですから、これ答えは、何番ですか ?4 番。ですね。はい。ね、答え4番です。はい。で、こういう細胞の歴史、ね、細胞のね、発見に至るね、歴史、まあ、細胞史とか言ったりしますけどね、あ、細胞史ってアポトーシスの細胞史ってこっちじゃないですよ。こっちの史じゃなくて、こっちね、歴史の史ね。こっち。ね、この細胞史ってやつはね、まあ、これ出てくる人ね、決まってるんでね、まあ、しっかり覚えておきましょう。覚えててくる人ね。で、出てくる人覚えとけば、こんなもん、余裕で点数取れますから。ね、これ、2012年のね、まあ、第2回の時にもやったんですけど。ね、はい、行きましょうか。まず、一番最初。細胞のこの歴史。細胞史。一番最初。ヤンセン節ですね。ね、ヤンセン不死って名前じゃなくてね、ヤンセンっていう人のね、まあ、父親と子供ですよ、ね。父親とその子供がね、まあ、一緒に研究してましたよってやつですね。これ、何したのかなって言ったらね、光学顕微鏡。光学顕微鏡の発明と。をしたのが、このヤンセン節です。ね、ヤンセン節。光学顕微鏡の発明でした。ね、で、次。で、今回出てきた。ロバート・フック。で、この人何したのかなーっていうと、今書いてあったね。コルク片。を。コルク片で、セルを発見と。でもね、よくよく考えたらね、コルク片って植物細胞死んで、植物のね、細胞死んでますからね。こう植物細胞ってこう細胞壁があって、で、中にこう細胞が詰まってるわけですけど、この中身死んでるわけですよ、ね。細胞死んじゃってるから、見たのは何だったのか。細胞壁を見たんですね。はい、細胞壁を見た。見たのは細胞壁。はい。で、次。
今回のね、選択肢のとこにあって、このフックさんとね、よくよくね、混じって間違われちゃう人。ね。はい、レーベンフックですね。レーベンフック。はい、この人、何したのかなっていうと、まあ、別に細かいことあんまり覚えなくてもいいんですけど、いろいろな小さいものを見ましたよと。見た。ね、微生物だったりとかね、人の精子だったりとか、ね、そういうものを観察したりとか、ね、この黎明服。ね、まあじゃあ例えばね、赤血球。赤血球。で、今言った精子。で、バクテリアですね。はい、こんなもんですか。で、次。まあ、この人も、次の人も割と重要。ブラウン。この人は、細胞の中で一番でかい構造体を発見したんですね。何でしたっけ？細胞の中で一番でかい構造体。核ですね。核発見。したのがこのブラウンさん。はい。で、次。次は、シュライデン。シュライデン。シュライデン、シュライデン、デンデン、シュライデン。はい、シュライデン。で、あとその後はシュワンです。さっき書いたこう。シュライデン。まず、シュライデンは、植物で、シュワンは動物で、細胞説ですね。はい。で、これをまとめて、まとめると生物で細胞説、生物で細胞説、うん、なんか表現がおかしいな。生物で細胞説っていう表現がおかしいですね。全部書くか。やっぱり固着せず、よいしょ。すべての生物は細胞からなる。で、あと、残る人、フィルフィオさんですね。ああ、一番上、ちょっと消しますね。はい、フィルフィオ。皆さん、これの下に、シワンの下に書いてくださいね。フィルフィオ。ん？これ、いつもね、困るんですね。フィルフィオ。発音しにくいしね。なんか、フィルフィオだね。フィルフィオとか書いてしまったりとかね。なんか、いろいろするんですね。この僕、フィルフィオ。はい、フィルフィオ。で、このフィルフィオさんは何をしたのかなって言ったらさっきもこれも問題文に書いてありましたけど、ね、細胞は細胞からできているって書いてありましたっけ？何て表現してましたっけ？すべての細胞は細胞から生じるか。すべての細胞は細胞から生じるっていうことで、まあどういうことを見たのかなって言ったら、ね、細胞があって、これが分裂して細胞ができるってことですよ。まあ要は何を見たのかって言ったら、細胞分裂。観察したんですね。はい。っていうのがフィルフィオ。はい。まあこんな感じ。このね、1,2,3,4,5,6,7人。この7人はね、しっかりとね、覚えておいてください。まあヤンセンはね、あまり授業度低いですね。なので、フック、レーベンフック、まあブラウンはそこまで重要じゃない気もするなとか思いながら、次シュライデン、シュワンでフィルフィオかな。ね。
フック、レイウェン・フック、シュナイデン、シマン、フィルフィオは絶対覚えててください。ね、で、余裕ある人はブランも覚えよう。ね、で、さらに余裕ある人はね、このヤンセンっていう人もね、覚えておきましょう。ブレンの感じですね。はい。この細胞子のところはね、まあ、結構出ますから、よく出ますからね。名前覚えておけば。名前覚えて、しっかりと何したかなってことを把握していればね、それだけで点数もらえますからね、しっかりと覚えておきましょう。はい。覚えておくだけで OK なところですね。はい。それではね、これで、回答番号1番のね、回答解説終わりにして、次回はね、回答番号2番のね、回答解説をしていくので、次の動画へ。